マーケットアナライズプラス、B. S. 十二トゥエルビ、毎週土曜日昼一時放送。ここからは、りそなアセットマネジメント運用戦略部、チーフストラテジスタの黒瀬光一さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、黒さん、今回は F. O. M. C. のポイントと、コロナ禍以降の相場見通しということで、お話を伺ってまいりますが。はい、まずは、こちらから。 はい、ええー、先ほどの冒頭の岡崎さんのところにも話、ちょっとありましたけれども、はい、えー、これ、赤い線はアメリカの実質金利五年で見たものです。で、これはあの、いろんな金融商品と非常に価格の連動性が高くて。 この中でこれはずっとこう大きくこう下がってきました。はい、下に行くと実質金利低下です。左の軸です。で下がってきて今年に入ってえ若干えインフレ懸念から上がったりしたんですけれども、ままた下がって FOMC を受けてちょっと跳ね上がったというところです。でこれと非常に連動強いのがこのアメリカ株の PER なんです。はい、でこれ右の軸でえ下に行くと。 金利が下がると PR が下がるということを意味しています。それで去年ずっとですね、コロナ禍で景気が悪いのに株が上がったというのはこの PR が上がったからということなんです。で、うん、もっと言うとその原因は実質金利が下がったからと言っていいと思います。はい、で、これがこのように実質金利が下げ止まっている、かつ PR もこのように下がってきたというのはですね、まさに。 えー、去年年かから今年ににけて相場が移行期に入った、うん、その意味は、えー、PR 主導の株価上昇金融相場から、えー、景気が良くなって業績によって株価が上がる一方で PR は高すぎる集入からは下がる僕は何度かこの番組で、えー、イメージ的には企業収益は50%の増益、うん、しかし株価は10から15%しか上がらないっていうことを言ってきましたけども、はい、そういう動きにも入ってたんです。 そこをもう一段今回の FOMC では。 後押しするという形になっているというふうに思います。なるほど、もう数年前とは違う次元なんだ。というですね。で、これは投資家によって投資タイムと違うんですけれども。はい、あの、日々の動きとか、一週間変換えの単位で動く人にとってはですね。えー、この F. o M. C. で何言ったっていうのは非常に大事になってきます。しかし、例えばウォーレンバフェット。は株買ったら、10年間売らないつもりで買うって、あの人言ってますけれども。はいそ,うね、そういう投資家にとってはですね。こういういつ金融緩和終わるか、うん、引き締め始まるか。 っていうのはせいぜい数年の話でバフェットにしてみればどうせその間に景気行ったり来たりするからそんなこと私は見てませんというと思うんですそのぐらいに今回のことについてはですね長期の投資家にとってはまあまあ数ヶ月のズレはあまり気にする必要はないかなということかと思います、はい、でこの実質権利はいろんなところに影響を与えていまして、はい、これさっきと同じ実質金利です赤い線はい で今回はこの図ではこれは CRB の商品市況、うん、やっぱり非常に連動強くてですね実質金利が下がると非常にこの商品市況がこれ右の軸です、はい、下に行くと上がるということです、えー、こういうふういふに上がってるわけなんです。 ですので、この実質金利が下げ止まってくるということについては今後も長い目でもはや、これはそこを打つという目で見ておく必要があるかなというふうに思います一方、こちらは中国のデータですね、はい。ここから先はちょっと株式市場、それから全般的な米中を中心とした世界の景気の話です。 ずっとインフレが懸念されていたわけですけれども一つ私あの注目していたのはこの中国で景気刺激が明確に打ち切りのタイミングに入ってきたということなんです、はい、でこの黄緑は中国の社会融資総量、はい、これは中国の借金の総量なんですとどのつまり財政政策は国の借金金融政策も誰かが借金して車買ったり設備投資しないと意味がないんですその意味で財政金融政策というのは ここにに集約的に現れますでこれを中国は非常に成長が早いので前年比で前年差で取ってるんですけれどもそうするとこのように波打ちます。はい、でこれとこの赤これは中国の製造業 PMI、えー、これも景気の方向性と量感示してるんですけども大体もうぴったり合うんです。これは去年の秋口から景気 対策打ち切りに入っていて<え>やっぱりこのように景気もピーク感をつけてきたということです、えー、で、さらにこれは、えー、中国だけじゃなくてこの後三、はい、つグラフご覧いただきますけれどまず、はい、この黄緑は全く同じです,、はい、すでこれがピークを打つと中国の景気もピークを打つ、うん、それから次は、えー、今度はアメリカの IS 面を見たもんなんですけれども<え>やっぱり同じなんです、えー、中国がそこを打ったらやっぱりちょっと遅れてそこを打つ ピそこつけたらやっぱりちょっとしてそこ、はい、でピークつけたらやっぱりピークでそこそこでここでピークをつけて、えー、ここまで下がってますからおそらく私はもうこれもアメリカの ISM もピークをつけたというふうに思います。<ー>でさらにもう一つ、はいえー、この黄緑全く同じです。 この CRB 特にこれは高工業と関連の深い金属、はい、ニッケルとか銅なんですけれどもを見るとやっぱり天足高がほとんど合うんです。でこのようにピークつけて下がってきたことの意味合いはやっぱりこちらについてももう下に下がる可能性が強いということだと思います。ずいぶん上がりましたけれどももうそろそろ天井だろうか。そうですね。でこれらの動きを集約的に見たものが次のアメリカ。はい あそれから中国の金利なんです、ええ、これもあのこの番組何回か,かご覧いただいたんですけれども、えー、全部中国が先でコロナ禍が広がったしたがって景気悪化を懸念して金利がピークをつけたのは中国しかししばらく遅れてアメリカそれから、えー、コロナ禍を抑え込んだで、えー、景気良くなるだろうということで金利が底を打ったこれもやっぱり中国のあと遅れてアメリカ。 金利についても中国が景気対策を打ち切った、えー、アメリカもさすがにもう打ち切りだろうということで同じような動きになってきた、うん、ちょっと FOMC 受けて金利上がってはいますけれどもまあ,あのここから見たらもう誤差の範囲内ですしたがって今後については、えー、そういう動きはですねだんだんと弱まってくるということで見てていいのかなというふうに思います。うんえー、でこの 金利の上昇が非常に株価にとって重しになっていましたので、はい、まあここについては一、えー、つクリアになったかなというふうに思います。うん、なるほど。そしてまあここのところの株価に最も影響があったといえばやはりコロナですよね。うん、そうですね。あの株価を抑えてた要因二つあったと思うんですけれども、えーえー、アメリカでインフレが起きて金利が上がってしまうんじゃないかと、うんで。ここについてはだいぶクリアになりました。はい。それからもう一つはこのコロナでして、えー、コロナはあの。 これ、ウイルスをどうワクチンが抑え込んでいるかということについてです。で、医学界は非常に慎重ですので、はい、これは十分なデータが揃わないとはっきりしたことは言わないと思います。うん、ただ、まあ我々投資やってる人間はですね。あのデータ揃った後っていうのはもう遅いので、えー、かなというところで入らないといけないと思います。うんはい、で、その意味では、えー、ワクチンには大体3種類あってたい。タイプ別に3種類あって、このメッセンジャー rna というのが非常によく効いているというところです。うん それでイギリスはです、ねはい、アストラゼレカの、はい、このウイルスベクターというタイプのワクチンなんですけれどもこのワクチンは意外とこの変異株に対して効果がちょっと低いようでうあのこれはっきり分かりませんけれども今起きていいるる現象からすすと低いようで,す、はい、でそれが原因で6月20日までのロックダウンがイギリスは解除できないという形になっています。はい 一方でアメリカはこのメッセンジャー r n a が主流なんですけれども1月から4月までの合計のこれを接種した人のその後の感染率についてアメリカの当局は大体いい0.01%というこれ実際の数字なんですねを出しています。ってこれは非常に 変異株についても効果が高いのかなというふうに見込まれるというところです、はい、ですから、まあ、あの株価という観点ではインフレ懸念それからコロナがまたぶり返すんじゃないかということが二つあったわけですけれども、まあ、私はあのアメリカについてはですね、えー、うまいことこれは晴れつつあるかなと言っていいかと思います、はい、でかつ日本で打っているワクチンもこのモデルナそれからファイザーです、はい、今のところこの二種類だけですそうですね でともにメッセンジャー RNA のタイプなので、うん、えー、日本についても、えー、まあ接種が順調に進んだらですね、えー、経済がリオックして正常化するという展望が高い可能確率を持って開けてきたかなというふうに思います。はい、どれだけ早くできるかというとことですね。そうですね。さあそしてアメリカの株価とグリーンスパンモデル。 アメリカの株価について私はこの番組でも何ヶ月か前から少し慎重にならざるを得ないということを言っていたんですけれどもそ,、ね、その根拠はこれでした、はいえー、ここにあ青い線これはアメリカの株価 SP500 ですそれからあこれですねすいませんあのいくつか表示の仕方ってこれは対数じゃなくて実際の数字で示しています、はい、ここが対数じゃなくて実際の数字ですで直近4250ぐらいだと思います それから赤い線がグリーンスパンモデルといいまして FRB のかつての議長だったこの人が、はい、私は株価の割安割高をこれで見てるというふうに言って以来有名になったもんなんですで、それは駅周りから長期金利を引いたもんですこれですからまあ、誰でも計算できるんですで、そういうふうに計算して実際の株価と並べるとここに緑の線を引いています、はい、で、このグリーンスパンモデルはこの右の軸ですこっち側です でこうやって並べるとやっぱここより上に来るとですね、やっぱ株価が調整してるんです。うん、でこれがこの数ヶ月結構上に来ていました。はい、上に来るということはリスクプレミアムが低い。うん、それだけ、えー、投資家がもう貪欲なリスクテイクをしているということなんです。でこれは、えー、この駅周りというのは P.R. の逆数という意味で。えー 企業収益がどのぐらい出るのかそれと長期金利との比重の問題なんですはい、えー。ですから長期金利高くても株式の利益が十分に出るんだったらそれはそれでいいんですけれどもそこからいってちょっと割高感があったのがまあこのように収まってきたというところですしたがって、えー、まあ長期金利についてもある程度、えー どこまで上がるか分からないという恐怖心については少なくともなくなってきたんだろうと、うんえー、いうことから考えれば、えー、ある程度慎重で、えー、この数か月で見てきたわけですけれどもその霧はちょっとはやれ,れつつあるかなというところだと思います、はい、さあそしてコロナ禍以降、はい、どんなふうになっていくのかについて伺っていきたいと思います、はい、で今まで申し上げてきたことを、はい、おみ見るとここにこれです。 えー、バリューとグロースがありまして、えー、コロナ禍以降ですね去年の4月以降、はい、このグロース株が猛烈に上がる相場でしたそうですすでからこれは金融相場というふうに言い換えてもいいわけですけれども、まあ、それが去年はずっとこの相場をリードして、えー、去年の12月以降から今年の3月ぐらいまではですね、はい グロース株が冴えない、はい、一言で言うとナスダックが下がる一方で、えー、バリュー株が上がるという形で来たわけなんです、はいえー、でこの三ヶ月ぐらい株価はだいたい3月三四五月ぐらいまでは、えー、高値圏で横ばいに入っていたそれがここを少しまた上昇傾向に入ってきたわけですけれども、えー、それはもう一回このグロース相場が息を吹き返しています 一えですけどこれはまああの今申し上げた長期金利がある程度落ち着きを見せてきた、はい、あーということからこういう動きになってるわけですけれどもただまあ,あの相場全体のリズムからいったらですね、えー、金融相場から業績相場に入っていくという意味ではこれ傾向がですね長く続くというのはちょっと考えにくいかなと いうことかと思います。あ一時的なものだと。そうですね。はい。その局面というのはこれですね。はい。それをまとめたの、これなんですけれども。はい、先ほどから何回も言ってます。相場。っていうのはですね。はい、景気の局面と金融政策の局面から。ああ、この金融相場、業績相場、逆。 金融相場逆業績相場、うん、で一周したらまた一に戻るっていう綺麗に順番繰り返します。はい、あんまりこう行ったり来たりしないというのが特徴なんです。えー、それで先ほどから言っております去年 P.R. 主導で猛烈に株価が上がったわけですけれども、はい、原動力は金融緩和だった。そうでしたね。そして。 やっと景気が良くなってくると今度は業績主導の相場に入ってきます、うん、でこうなってくると株価はまあ猛烈には上がらないんですけれどもそれは業績主導繰り返しになりますけれどもイメージ的には業績が50%上がって一方で株価は15%ぐらいしか上がらないその分 PR が下がるという相場です。うんえー、その代わり 金融政策についてはですね、緩和から中立に入っている。もうまさに今ここに入っているというところです。ですね、ええー、まあこれがこの後うまく順調に進むのがいいんですけれども、うん、ただね、そこで今ちょっとね障害が出てきてるんです。障害ですか。はい。はい。でそれを見たのがこのページです。サイバー攻撃の脅威。はい。ええー、ここですね。これあの出所は PWC という経営コンサル、はい、まあ会計事務所が出しているものです。うん あの世界的にこういう世界的に活動していますので、世界の経営者にいろんなアンケート調査をやってるんです。そうすると欧米の経営者の関心はもうコロナではないんです。<ー>あの日本はですね、こうアジアに入って一番コロナです。はい、えですけども欧米の人たちは一番がサイバーで二番が過剰な規制。うん、これは結局のところ環境も含めてですね、はい、ESG。 SDGs どこまでやるべきかととといいうことだと思いますやらないといけないということについてはもう合意はあると思うんですけれども <はい S 2> ただどこまでコストをかけるかということだと思います。<はい S 2> でサイバーはこれはもう当然お金かけるんですけれどもここについてちょっと今不透明感が強いのはですね <はい S 2> 今あの企業経営者の方と話すると非常にこう。 投資の計画が立たないっていうことをよく聞くんです。立てられないんでしょう。うそうですね。はい、でこれはあの一番の原因はこういうことです。CO2 削減をやらないといけない、うん、ということについてはもう合意はある。はい。しかしどうやるかについて、例えば百のお金をかけて日本でやってもですね、日本はもう乾いた臓器十、うん、しか削減できない。はい。しかし省エネ効率の悪い国で百お金かけたら五十削減できる。 そしたら日本でやるよりその国でやった方が地球全体としてみればいいですねというのは分かっているんです、はい、そしたらこれを世界的にルール化して日本のお金と技術を持って例えばベトナムでやったこの CO2 の削減誰のもんですかっていうルールが決まらないんですうんでこれを決めてもらったらですね企業経営者も動けることになるんですでさらにもの作くる的に出る CO2 の量は 例えば100万キロワット作って作りましたという同じものでも、はい、電源構成によって日本だったら CO2 いくら<ん>カナダだったらいくらっていうのが決まってくるんですでそうすると、えー、再生可能エネルギーの多いカナダの方がはるかに有利ということになるんです、はい、でこれもルールが決まってないんですでこれを決めてもらわないと計画が立たないというのが企業経営者の立場でこれ,これあたりがですねどうもお 設備投資が、はい、あの半導体のところは非常に強いんですけれどもそこら辺以外はちょっと弱い原因になっていると思います<ー>ですからそこをもう早く決めてもらわないと、はいえー、業績相場への移行がちょっと遅れてしまってるっていうのは今のところだというふうに思います。うん、なるるるほど日本ででややののかかか海外でやるのかも含めてて、ね、大ききく方針変わってきますからね,そうですね でまああの原動力は2つあってコロナ禍が治まるワクチンによって治まる、うん、それからもう一つは業績相場の移行でこちらちょっと問題あるっていうのを今申し上げたんですけれども、はいえー、コロナはですねワクチンの普及で治まるということについてはまあ,あの日本のメッセンジャー r n a それからアメリカの例見てもほぼ高い確率で言えるかなと思います。うん えー、例えばこれ今年の三四月二三四月頃、はい、アメリカではこの輸送株が大きく上がったんですそうですねこれ一言で言うと鉄道と航空これから旅行が始まるということですで一方は日本はこのように下がったと、はいえー、日本もこれはワクチンが普及したら同じように動けると思いますので、まあ、これはもうちょっと 時間の問題かなというふうに思います。はい。それからリートの方もきましたね、はい。あとそれからリート非常にあの日本ここ数日数週間上がりましたけれども、はいえー、アメリカのリードなんかはもっと上がってるんです。うん、でこれはやっぱりワクチンの普及で非常にリオープンに向けて進んだということ。でかつあのもう一つう意外かもしれませんけれども。 アメリカはこのリオープンによってオフィスに戻ってきたんですけれども、はい、在宅がが意外とと進まままなないいいいんじゃかうて深っす,ああすこれアップルがあ社員向けの通知でですね、うん、月か木は必ず出なさいそうです、ね、チームによっては木金も出なさい、はい、要するに元戻るってことなんですかつウォール・ストリートもあのいろんな会社がですねいろんな通知出してるんですけれどもほ,ほぼ元に戻るという情勢です。うんうん ですから意外とこのオフィスの空室上がってしまうということについてはそこまでの心配いらないんじゃないかというのが先例から見えてくるというところです,ですそして最後に今後の日程あのこれポイントはですね静かにテーパリングに移行できるかどうか、うん、それから米中の対立が相場に深刻な影響を与えないかどうかそれからコロナが抑制できるかどうかそれから日本の政治が安定するかどうか。 それから ESG、SDGs に関連する不透明感が晴れるかどうか、この五つだけがポイントなんです。うん、で、これがうまくいけば株式相場には追い風になると思います。まあこれはあのいちいち上げませんけれども、ここに上げているのは全部この五つに関するものです。ですからまあまあそういう目でですね、今後見ていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、クロさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。 マーケットアナライズプラス b s 1 2エ1 2毎週土曜日昼1時放送。